阪神1の 0DNA、21日、甲子園球場。阪神演芸の神整備で知られる甲子園だが、この日は遊撃のポジションで相次ぐイレギュラーが発生し、阪神、小幡、d n a 森慶が共に失策を記録するなど、打球処理に苦しんだ。写真、解説ブースで駆け伏しに肩を叩かれる清原氏。2回1市1塁では、補給直前にイレギュラーした阪神。 佐藤テルの打球を警戒並みのこなしとグラブさばきでアウトにした森系だったが、3回2からの金本の打球も補給直前で微妙に弾み方が変わり、グラブに当てながらも後ろにそらして失策がついた。阪神、大畑も3回1死からの森系の夕頃がイレギュラー。グラブの土手に当たった打球が自らの顔にも当たるアクシデントとなった。 タンテレで解説を務めた阪神 OB の掛布正幸氏は大畑のプレーに関して、E バウンドで来るんだと思って、ちょっと軽率だった。これは取ってもらわないと、と苦言を呈しながらも、ちょっと今日はグラウンドが硬いのかもしれませんね。野手からすると、ちょっと水をまいてもらいたいような、と解説していた。3回の攻撃終了後には、阪神演芸のスタッフがトンボを持ち、 丁寧に各ポジションの土を鳴らしていたそれでも5回西二塁から三遊間寄りに飛んだ西雄の打球がまたも補給直前にイレギュラー。記録は森高のこの日2個目の失策となったが珍しい光景にスタンドはどよめいていた。